はい、エボシーワにいます。エボシーワにいます。遠くに見えるのは江ノ島、そしてここがエボシーワです。はい、茅ヶ崎テレビのロケで今日はエボシーワに上陸しています。サザンビーチの方に向いてみます。ここかな、この辺りサザンビーチです。サザンビーチをエボシーワ側から見てます。よいしょ。どうですかね、風で声が聞きづらいとかないですかね。はい、この正面、今真ん中サザンビーチヒルズですね。はい、じゃあエボシーワもっと近寄ってみますね。歩いていきます。今ねだいぶ橋の方にいるので、エボシーワちょっと登ってみましょうか。それと映画茅ヶ崎物語で桑田さんが演奏した場所も行ってみたいと思います。この裏側にあります。歩いていきますよ。ちょっとねかなり滑る感じもあって、ゆっくり行きます。よいしょよいしょよいしょ。これは今生放送ですので画質も悪いと思いますが、ちゃんとビデオも撮ってますので、あ、ちょっとすみません、足元が非常に、足元こんな感じの足元で非常に足元悪いですが、エボシーワに近づいていきます。で、茅ヶ崎物語桑田さんが演奏したところまでたどり着けるでしょうか。たどり着きます。なんかヘリの音がこうね、海でヘリの音聞くとちょっと救助か何かかなと思って怖いんですが、今エボシーワまで、100メートルぐらい離れてます。よいしょよいしょよいしょ。お天気が残念です。本当に昨日だったらねいい天気だったんですけど、お、なんかエボシーワの一番上に鳥が止まってますね。カラスですかね。はい、今日はね10人ぐらいで船を借りてきました。皆さんももしエボシーワ上陸してみたいなってことになれば、船1艘借りる5万円ぐらいですんで、よいしょ、10人で1人5000円ぐらいで来れます。もし興味のある方いたら info@茅ヶ崎.com 宛てにメールでもいただければツアー組みますよ。エボシーワ上陸ツアー。はい、ほぼ今エボシーワの、麓まで来ました。ぐるっと回ってみますね。よいしょ。はい、こんな感じで一周回ります。はい、今これが熱海とかそっちの方面、そして大島とか伊豆七島の方面、そして江ノ島の方面。今江ノ島陰で隠れてますが、そしてエボシーワです。はい、なんか魚を取ろうとしてる女の子がいます。みんな写真撮ったり魚取ったり楽しんでるようですね。さあ、では桑田さんが演奏したところ行きますね。飛べるのかしら。よいしょ。ウニがねいっぱいあるんですよ。あるというかいるんですよ、ウニが。これねでも取ったら多分
漁業権とかのなんか問題でダメなんでしょうけど、はい、今もう見る角度によってエボシワの見方が見え方が違ってきますが、はい、お、県議会議員の金河 県議会議員の永田照司さんがなんとエボシワに今茅ヶ崎テレビ生中継中です、はい、こんにちは。私永田照司、エボシワ初上陸でございます。初上陸しましたね、はい、いやー、はい、びっくりしましたよ。感激です ね、あの浜からねエボシワ散々見てますけども、こうやって上陸するのでかいなっていうね。高さ15メートルほどってことですよ ね、はい、でかい。うん、裏側から見るというね、はい、うん、いや、はい、感激ですよ。感激です。で今ここ立ってるところは桑田さんがあの茅ヶ崎物語、映画茅ヶ崎物語で演奏した場所です。おでこれ今生放送ですので画質は悪いですが、永田照司のパワーアップ神奈川で高画質版でお送りしたいと思いますので、はい、2、3日後にはリリースできると思います。ここですね、桑田さんが、はい、ここで演奏してましたね。ここまでよくあの機材を持ち込んだもんだと思いますが、ちょっと今足元悪いので画面見れませんが、はい、ここですよね、ここですよね、はい、こんな感じです。There is a barrel on the top of the rock. はい、でこっち側が江ノ島ですね。江ノ島です。そして。シワです。はい、画質悪くないですか。ありがとうございます。まあでもね、やっぱり直接撮った 4K 動画今撮ってますんで、スタッフどこにいるか分かりませんが撮りまくってますんで、それを編集して2、3日後には永田照司パワーアップ神奈川でご紹介したいと思います。ずっとね、平塚の漁港を出て西浜のそばを通ってサザンビーチの横を通ってヘッドランドまで回っていただいて、それからエボシーワに上陸したということです。1時間ほど前にエボシーワに上陸して、撮影を行って、はい、あ、滑らないように、そうですね、今日はね、ですからちゃんとこう滑らない靴を履いてきました。マリンシューズではないんですが、マリンシューズ的なものをですね。よし、じゃあエボシーワ登ってみましょうか。撮れるのかな、片手でカメラを持って挑戦してみます。ほぼ明日からのエボシーは登りますよ。よいしょ。これね、落ちてね骨折した人いるんだよな。行ってみるか。よし、登りました。はい。おお、上からの眺めもいいですね。エボシーワの、まあ、中腹ですかね。さすがに頂上までは行けないんですけど、はい、中腹ぐらいまで今登りました。こんな感じですね。なんかこう浜から見るとエボシーワだけポンとあるような感じですけど、こういうふうにすごく大きな島って言っていいかな、岩というよりも島に近い感じです。今撮ってくれてますね、はい、はい、気をつけて登りました。降りる時の方が怖いんでちょっとあれですけど、ということで、あとね、そうですね、帰り船乗って、漁港に帰るところ生中継してみましょうか。
後ほど30分後ぐらいになると思いますが生中継したいと思います。ご覧いただきありがとうございました。あ、その前にね、エボシーはアップしたいですね。ちょっと待ってくださいね。怖いんですよ実は。なんせね、ちょっと若干のこのぬるぬる感が、このなんだろう、富士壺踏む感がちょっとねあれなんですけど、はい、今度は、さっきの逆、江ノ島側から見た烏帽子岩。もう近すぎてなんだか分かんないですね、単なる岩の塊。こんな感じです。ここにね、祠があったそうですね。ここですね、昔は。今はなんか引き上げちゃったみたいですけど、まあそりゃそうですよね、何回作り直してもダメになっちゃうんでしょうね。烏帽子岩、今江ノ島側から見てる烏帽子岩です。ドローン撮影本当はねやりたかったんですけどね、はい。もしこう1人5000円船借りて10人5万円で船借りて10人で烏帽子岩上陸やるって言ったら行きたい人いますか？もう夏でも冬でもいつでもやりますのでお声掛けください。ちょっと近すぎて面白くないな、もう少し。今陸地の方に歩いて行ってます。陸地の方向に歩いて行ってます。つまり北に向かって歩いてるところです。あ、これがね、昔ね鳥居があった跡だそうですね。これです。これとこれ、この穴に鳥居が刺さってたということのようです。まあね、波とか台風で壊れてしまったんでしょう。はい、岩生中継でした。烏帽子ロック、烏帽子ロック、烏帽子ロックでした。